さあ今日はいよいよイギリスでワクチンを打ちたいと思います。イギリスでワクチンを打つ方法というのはいろいろあると思うんですけども、まずはこう NHS 番号ナンバー、保険の番号を発行してから手続きを踏んでワクチンを打つという、そういうのもあるんですけど、もう今に至ってはですね、もうそういった諸手続き、もろもろの手続きを経ないで、保険番号なしでも、もう行けば打ってくれるという状況もあります。はい。ですけど、これはいろいろな、ワクチンに関してはいろいろな情報が錯綜してますけど、NHS 番号、保険の番号を持たないで打った場合は、オンラインでの、そういう証明、ワクチンを打ちましたという証明を得ることができないという話もあるんですよね。今後いろいろな国を行き来する中で、オンライン上の例えば QR コードとか、そういった証明書がないと、書面だけだとちょっといろいろとね不備があるかもしれないので、番号を取得してから打とうかなとは思うんですけど、そういった番号を取得しないでもワクチンを打って、オンラインの証明書がもらえるならば、もう行ってそのままワクチンを打つという状況に、ワクチンをそのまま打とうかなと思います。それではですね、今私が住んでいる場所から一番近い病院で、自分自身の登録をしてワクチンを打ちます。副反応がある人ない人、身の回りにもね結構いるんですけど、ひどい人は本当に3日目にしてもちょっとめまいが残ってるっていう人もいますし、ある人はもう全く、1回目のワクチンに関しては症状がないという人もいます。それぞれのね個々の状況があるので一概には言えないし判断もできません。それでは行ってみましょう。Yes. さあ、いよいよ初めてのワクチンです。正直ですね、インフルエンザのワクチンも打ったことがないので、実質私がワクチンを打つのは人生で初めてですね。さてね、サイドエフェクトがねどれだけ出るんでしょうね、気になりますね。The reason being is that you're supporting this arm, but there's no tension here. So just relax. And that's you all done. Oh! Finish! Yes. Oh! Feel okay? Yes. Good. Oh, あっという間に終わった。I saw the more pain. No, we don't want more pain. We want no pain. Okay. さあ、あっという間にワクチンを打ち終えまして、10分間の安静タイムです。はい、今のところね打った直後っていうのもあるんで何もないですけど、これからね、副反応がどれだけ出るのか気になるところです。とにかく無事に終わってよかった。ここまでのやっぱ手続きのスムーズさはね、やっぱりイギリスならではですね。本当に素晴らしいです。はい、
1回目のワクチンを無事に打ち終わりました、打った感想としてはですね、筋肉注射なんで結構痛みがあるっていう話をよく聞いてたんですけど、打つ人がうまかったのか分かりませんが、全く痛みなかったですね。気づいたら、終わったのっていう感じでした。今回はファイザーのワクチンを打ったんですけども、まあ、個人差いろいろあると思うんですけどね。まあ、打った直後3、4時間は大丈夫でも、その日の夜から次の日にかけて、結構ね、熱が出たりとか、もう寝込んだ人もね、近く身の回りにはいたので、あんまりね、楽観視はできないんですけど、まあね、まあなんとか1回目を終えたという感じです。アストラゼネカとか他のワクチンだと8週間空けないといけないという話もありましたけど、このファイザーに関しては、6週間間を空ければいいということです。はい。ということで、まあ2回打ってね、抗体ができて、感染とかね、まあある程度2回打ってこそということがあるので、はい、まず一歩踏み出したというところでしょうか。まあワクチンを打つ打たないいろいろなね意見とか考え方があると思いますけどね、それは尊重しつつ、はい、まあ今後もねいろいろな国をまたいでいくと思いますので、はい、今回は打つという決断をいたしました。皆さんもね、本当にこう、まあ、コロナとこれからも長く、できれば短い付き合いで終わりたいですけどね、付き合っていかなきゃいけないと思いますので、また変異株とかね、その国々で、変化したウイルスの状況などもあるので、随時ね、新しい情報をアップデートして、シェアしていければなと思っております。それではワクチン接種から5時間が経過しました。まあ、今の状態としてはですね、打った場所が筋肉痛のような痛みがあります。あとちょっと腕の方が、打った腕がですねだるい感じですね。まあ、聞いている通りの症状という感じです。熱とか完全にね体もだるくなってるっていう感じではないんですけども、夜とこれから次の朝にかけて、まあ、どういうふうにちょっとなっていくのか、経過を見ていきたいと思います。